こんにちは、クリッカーリンハイです。マツダの第6世代商品群と位置づけられ、2012年2月に発売された初代 CX-5 の登場から約7年、いよいよ第7世代の第1弾であるマツダ3が登場しました。2019年1月の東京オートサロンで日本初公開され、大いに注目を集めたマツダ3は C セグメントモデルであるアクセラの後継モデルになります。ボディサイズはファストバックが全長 4660×全幅 1795×全高 1440mm、 セダンが全長 4660×全幅 1795×全高 1445mm。 最大の魅力はエクステリアデザインで、最新世代にふさわしく進化した鼓動デザインコンセプトのもと、ファストバックとセダンのデザインを明確に作り分けています。搭載されるエンジンは全4タイプ、 1.5 リットル直列4気筒直噴ガソリンのスカイアクティブ G1.5、 2リットル直列4気筒直噴ガソリンのスカイアクティブ G2.0、 1.8 リットルの直列4気筒直噴グリーンディーゼルのスカイアクティブ D1.8、